だけどよかった。コウキ君、口に出さないだけで本当は疲れてるんじゃないかって心配してたから、思ったより元気そうで。待たせたら申し訳ないね。よーし、それじゃあ今日はここまで。全員放課後だからってやんちゃが過ぎるなよ。あ、それとなるみ、ひどい反応速度と顔だな。お前は帰ったらゆっくり休め。日直号令。言われちゃったわね。確かに今のコウキひでえ面してるからな。
ドロドロ、ゲルって感じ。でもって語尾にゲスってつけそう。なるみ、お前は何をやっているんだ。いや、そんなことはどうでもいい。それは今やらなきゃいけないことなのか？そうか。ならあと一つだけ。それは俺には手伝えないことなのか？だったら俺からはもう何も言えないな。なーにが、だったら俺からはもう何も言えないなよ。男同士でカッコつけ合っちゃって、体の方が何万倍も大事でしょ。クール気取ってんじゃないわよ。そうだよ、辛かったらやめちゃえばいいだろ。でもって男子部に来い。めくるめく堕落男子たちがお前を歓迎してくれるぞ。やめろ、これ以上鳴海の邪魔をするなら俺が。確かに俺も本心を言えばやめてほしいな。だからそのノリをやめなさいっつーの。別にそんなつもりはない。そうなのか？そうですか。なるみさんが味もわかっていない。脳が疲弊しきって、感覚が鈍っている状態なのかもしれません。私も経過となるみさんのお体が心配になって、一度顔を合わせて打ち合わせしませんかと打診しました。こちらから出向くつもりだったのですが。自分から行くって言ってませんでしたか？その通りでした。この現状で自分本位にも振る舞わず、周囲を気にしている。高塚さん、私はどうしたら。自分が望むことをすべきです。成美さんが壊れてしまう前に。